今前半キックオフになりました。大宮アルディージャ対ガンバ大阪、解説名波さん、そして北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。本日はよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはいいボールが上がると面白いですね。インターセプト、とチャンスをものにできません。遠藤へ、梶、宇佐美、さあ中央、自分で持っていくのか。ここからラインの裏ですね。もう今もクリアするのが精一杯ですね。繋がりません。ここは素早くマーク、ちょっと収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。宇佐美、サイドを使います。これも空いてますよ。さあ中はどうだ、ボールを上げる、ダイレクト、ジャストで合わせましたが決まりませんでした。ドリブルで抜けてからのクロス、サイド攻撃が効いてるなっていう感じがしますよね。これはクリアします。どのようなボールを入れてくるのでしょうか。誰に当ててくるのか。さあ誰に出すのか。持っていきたいチャンスですよ。打てそうだ。あーチャンスですね。後ろに下げます。チャンスになります。ゴールが、ワントラップしてシュート、見事でしたね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、うん、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。さあガンバ、早い時間に1点をものにしました。いやまさかこんな時間帯から試合が動くとは思いませんでしたからね、はい、いや動きのある試合になりそうですよね。そうですね。それにしてもちょっと時間がかかってしまいましたね。ここでファウルがありました。金沢、長谷川に渡る、惜しくも奪われます。前を向けるか、どう展開していくのでしょうか。しかしこれは笛です。さあ阿部、阿部のシュート、大きく外れます。しかし危ないシーンでした。最後フリーで打たせてくれませんでしたね。さらに前に行きたい、これは取られます。長谷川、右サイドへ振ってサイドのスペースを使います。いい展開ですね。さあ中央入れてくる、フォローいいですね。さあどこへ出すのか。まだありますね、距離ありますよね。こぼれ球に反応、そのまま押し込みました。こういったこぼれ球を冷静に決められるっていうのは素晴らしいですよね。まあ、ポジショニングも良かったですからね。さあゲームは振り出しに戻っています。これは合いません。奪います、このボレーシュート。さあ前線へ、いいカットですね。さあ裏のスペースを狙います、シュート、ゴールします。
最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1をねしっかり決めてくるこの決定力の高さ、素晴らしいですよね。さあ大宮ここでリードを奪いました。力ありますよね、はい、ゲームプランとは異なった戦い方だと思うんですけど、よくひっくり返しましたよね、そうですね。ただここからの時間帯が大事ですよね。はい、非常にプレス早いですね。ここは通りません。前を向けるか、いい展開ですね。スペースを狙ってきます。田川、遠藤へロングシュート。41分が経過、前半です。阿部ボールを奪います。いいパス出ましたね。ここで奪われました。狙ってましたね。さあどこに出してくる。ボールをコントロール。さあクロスのチャンスにつながるか。チャンスだ。中央へ折り返す。クリアします。奪われます。さあここで前半の終わりを告げる笛が吹かれます。失点の後どうとなりましたね、はい、いや試合の流れって恐ろしいですよね、うん、このまま追加点が生まれるのか、また最悪点あるのか、はい、試合後半も非常に楽しみですね。そうですね、何が起きてもおかしくないフットボールの世界。大宮2対1でリード、前半を折り返します。さあ早々と後半がスタートしています。ここで笛、ファール、フリーキックを得ます。イエローカード、ね、ここはクリアします。奪い返します。一人で持っていく。うわいいドリブルですね。田川どういった攻めを見せるのか。しっかり寄せてますよね。とボールはチャンスを演出できるか。さあシュートか。宇佐美シュート、ナイスセーブ。これはキーパーよく止めました。キーパーの判断良かったですよね。このパスはキーパーへ。渡辺、さあ大宮1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。どう攻撃を組み立てていくのか。中村よく取りましたね。ここはディフェンスです。抜け出しました。大宮ボール。さらに前に行きたい。いいところ打てますよ。シュート、まさかここからというような意表をついたいいシュートだったと思いますね。阿部、先ほどゴールを決めている。ズラタン、今井、さらにかわします。かかりますよ。スクイークロスボール、ここは抑えました。ボールを奪います。これは奪い返します。言われましたよ。前を向けるか。ここはすぐ奪い返します。さあここからの展開、カット、一気に縦に送ります。中央です。ここはディフェンスです。さらに前に行きたい。いやー必死のクリアですね。
奪います。遠藤へ、藤原、ここからどう組み立てるのか。素早いアプローチです。入りましたよ。さあどうだ、シュート、このボールはクリアです。藤原、藤原、これはいい形ですよ。いますよ。足元へのクロス、どうだ、こぼれている、ボールはクリア。遠藤へ、ファウルになります。ボールを取ります。前線へ出す、家長からのスルーパスは通りませんでした。ちょっとね、中途半端なパスでしたよね。いい展開ですね。なんか一人入ってますよ。奪われました。上げてくる、このボールもどうだ、シュート、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る、素晴らしいディフェンスでしたね。来ますね。時間ないですからね、早くボール入れていった方がいいですよね。ジョヨンチョル、自分で持っていく、コントロールできない。大森、もう時間ないですからね、シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。ボールが抜ける、面白い、宇佐美、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロール、ギリギリまで見てましたよね。ここはディフェンスです。さあサイドのスペースへ、オープンなゾーンだ、中入ってますよ。ここも抜けます。大宮ボール、の使い方も大事になってきますよね。コーナーキック、どうだ、中村シュート、ゴールまで距離ありましたけど、思い切ったいいシュートだったと思いますね。もう時間がない。さあ笛が鳴りました。2対1、大宮逆転で試合に決着をつけました。勝利です。